はい、皆さんこんにちは、まいちくです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。本当今日は特に寒くないですか？皆さん体調、大丈夫でしょうか？もう日本全国寒いんじゃないかな。もう北の方の方はとんでもない寒さかと思いますが、皆さん体調には本当ね気をつけてください。今日の動画はですね、先日挙げた、現在開かれているねドリサバですね、リジレーサーコラボ、参加人数がね本当少ない感じなんですよね。はい、このように6万人ぐらいですねが参加しているという状況ですが、現在僕3968位ですね。これ実はですね、今朝起きた時に1万1000位とか1万2000位とかだったかな。それで今日ちょっと動画を撮ろうと思っていたので少し走ったんですが、本当ね、あっという間にねこの順位まで来たわけです。はい、しかも僕現在この車両で走っているんですよね、新規、今回ね配布していただける車両ですよね。この車両もこれでわかると思うんですが、星7まで、グレードアップすることができます。今回のポイント報酬のみで星7に必要な台数いただけるということでね、これはね嬉しいですよね。しかも現在この星6プラプラの状態で十分、スピリッツ級をねクリアすることができています。そしてこのセッティングなんですね、仲間、はい、塚本七海さんということで、まだね僕玲子さんが落ちていません。なので特攻としてはこの特攻ショーのみなんですね。この新規特攻ショーのみで走っていますが、先ほどお見せした、こちら、あ、先ほど走ったのは更新されましたが、3791位まで来ることができているというわけです。なので無課金でこの配布していただける新規、星6プラプラ、特攻ショーの車両のみですね、仲間なしであっという間にね3000位台まで来ることができたということになります。で昨日見ていったのが、今回の最上位報酬車両のクリナーレでしたよね。こちらがそのクリナーレ、もちろんねステータスも昨日見ていきましたが、なかなか素晴らしいステータスでした。最上位報酬車両に本当ねふさわしいステータスだったわけですが、今回の上位報酬車両ですね、ファタリタリジレーサー7バージョン、こちら星7で戦闘力は673ということになっていますので、クリナーレよりもね15ほど低いというわけですが、ステータスの方をねちょっと見ていこうと思います。はい、こちらですね、こちらが今回のファタリタ、はい、このようなステータスとなっています。高速性能3509、加速性能2268、ハンドリング3951、そしてニトロ性能が3751ということです。どうでしょう皆さん、このステータスねとてもいいと思いませんか？このステータスと比較していくのは、前回の周年記念イベントですよね。あちらで3台4台と上位報酬車両が出てきましたね。その中でも高速に関しては毎回ねステータス更新されるというものだったと思います。ブラックスワンのリブート、そしてこちらの 911R ですね、そしてこちらのデュランダルでしたね、そして最後に現れたのが僕もゲットした IDX ニスモというわけです。こちらの車両もトップ3000にしてはね、ほんとすごいステータスの車両だなということで、皆さん、好んでね、使って走っておられる方も最近ね、よく見かけるわけですが、今回の3000位ですね、先ほど見ていたファタリタ、あちらのステータスとこちらのステータスを見比べてみたところね、皆さん、今回のファタリタ、これは取りたくなる車両であると思います。ちょっとね、この上に乗せていきましょう。はい、このようになっています。高速の方はねもちろん IDX ニスモが高くなっています。そしてハンドリングがねほぼ変わらないんですよね。そして、なんとねとても欲しいところ、加速がねこれだけ高いですね、今回のファタリタ。ニトロをね抑えている分、このようなステータスにね現れてきている部分は間違いなくあるわけですが、ハンドリングに関しては両方とも4000に近いですよね。もう4000あればね、はっきり言って十分ではないかと思います。セッティングやね、仲間次第でハンドリング重視のステータスにすることもできますし、このね、加速
の高さがね、このファタリタかなり強みになってくると思います。なのでこの IDX ニスモはどちらかというとこの高速性能が目立つ車両、そしてハンドリングもね、なかなかいいではないかという車両ではありましたが、ハンドリングはそのままに高速性能よりも加速性能がさらに特化された車両となったのが、今回のリッチレーサー7のファタリタの特徴になってくるかと思います。なのでこの車両ね、トップ3000でゲットできるというのはかなりコスパもいいんではないかと思います。ちょっと見ていきましょう。ファタリタ、こちらの車両ですね、見た目もかっこいいですよね。まあ、ドリスピーではね、とあるスーパーカーはまだ実装されていませんが、このリッジレーサーの中では、まあ、その車両に一番近い雰囲気を持った、車両でもあるんではないかなと個人的には思っています。この白と赤のカラーがね、とてもいいですね。この車両をね、トップ3000でゲットできるのは個人的にかなりコスパはいいと思います。まあ IDX ニスモとかね、先ほど見ていた8周年記念イベントの車両、上位報酬車両たくさんね出てきたわけですが、それらをもう凌駕するこのトップ3000のファタリタ、ぜひね皆さん、今回のイベントは先ほどお話ししたように、参加人数も少ないですし、僕みたいにね特攻賞車両のみでも約1時間ぐらいかな、それで1万以内から3000以内まで、上げることができましたので、まあ無課金の方や、そしてねちょっと強車、星7の強車がないよという方もね、あまり課金したくないよという方も、今回この機会にねこの車両をゲットするのは一つありではないかと思っています。もちろん星7プラプラまでこれね開放されていますので、見た目も先ほどお話ししたようにこれかっこいいと思います。まあ皆さん好みはあるかと思いますが、今回のリッチレーサーの車両はねやっぱり全てねかっこいいですね。ですので皆さん、もちろんこのトップ3000の車両に関してはね、3000以内では稀に見る素晴らしい、ステータスだと思いますし、このトップ3000以降の車両もね、それぞれ見た目はとてもかっこいいと思いますので、ぜひゲット目指してみるのはいかがでしょうか。カード絵に関してもこれ間違いなくかっこよくないですか。これめちゃくちゃ僕刺さりますね、この見た目。特攻賞ですけど3000いけちゃうと思いますので、ファタリタゲットを目指してみようと思います。皆さんもそうかと思いますが、まあ、これからねベリー苦しみますとかね、あの年末だからこそのイベントとかね、まあ友人とかね家族との時間っていうものも増えてくるかと思いますが、まあその機会にねこの車両十分取れると思いますので、ぜひねゲット目指してみるのはいかがでしょうか。はい、ということで、まあ、先日取っていったこのリッチレーサーコラボの、まあ、最上位報酬車両のステータス比較含めた動画に引き続き深掘りという形にはなりますが、今回のこのトップ3000のねファタリタ、ぜひね皆さんゲット目指してみるのはいいんではないかと思ってこの動画を撮っていきました。はい、皆さんね、動画冒頭でもお話ししましたが、ほんと今日寒いですね。まあ土日と特に寒くて、来週から少しマシになるのか分かりませんが、まあ、今年の冬はね多分寒い冬になると思いますので、ぜひ体の方ね風邪ひかないように気をつけて、なるようにね健康であることが一番だと思います。そしてまあね、皆さんこの2021年楽しい1年だったと思えるようなね締めくくり方をしてみてください。はい、ということで、まずねこのリッチレーサーコラボを楽しんで引き続き走っていきましょう。ということで皆さん、今日も最後まで見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。